ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。はい、前回はナオトさんを無事救出できました。当分はフリーモードだと思うんで、ナオトの回復待つしかない。うん、そうだよね。今日は何をしようか。自由になったぜ。さあ何して過ごそうか。まずはプールじゃない、なんだっけ、温泉がないかをチェック。温泉がないかチェック。あ、久野さんいらっしゃいますね。久野さんか、なるほど。マリーと過ごすもそこそこ多いね。足立も結構いるな。うん、どうしようかな。ちょっと街の様子を見て考えたいと思います。よろしく。お、リセがバイク乗ってますね。うん、これはまたあれだよね、技を思い出す系。え、でもリセって技を思い出すってことあったっけ。リセ技を思い出すってあったっけ。ないよな。うん、だって戦闘参加しないしな。あ、チラッチラ見てくるけど、うん、ちょっと後で話聞いてみようか。うわー、またこの君たち仲良くしなさいよ。うん、まあ、こっちの2人は分かるけど、ユキコなんてこの2人視界に入ってんだからさ。声かけて一緒に遊びなよ。うん、このおじさんは関係ないけどな。うん、さーてと、あとはどうだ。君はこの間河原で会った、なんだっけ名前、コロだっけ、グルルルル、河原で見たに犬に似ている。確かキツネに見せられた今に書かれていた逃げた犬だ。あ、やっぱそうか。こちら警戒してるよ。あ、なんかないの、アイテム、いいアイテムないの。こないだもらった骨使えない骨。うん、別の子にもらった骨。じっと目を見る、歌う、優しく話しかける。ここは歌だ。歌で語れ。歌スキルとかあったっけ。探されてる犬。犬は静かになったがまだ警戒してるようだ。まだダメ。あっはっは、歌唱スキルが足りないか。もうここには戻ってこないだろう。日を改めて探してみよう。そうか、残念だ。ちょっと歌唱スキル上げてこないとな。うん、理性に習おうぜ。そうだ、理性に習おうか。いろいろと見て回ったけども、新しい情報を持ってそうな人はいなかったです。はい。じゃあ、リセと海行ってみる？ねえ、バイク楽しいね。最近は近場しか乗らないと思って、ガソリンちょっとしか入れてなかったの。でも乗るの楽しくて、全然足りないから今満タンにしてもらったとこ。リセはバイクで出かけたいようだ。誘って出かけますか？あ、あんじゃん、温泉。え、な、え？レッツゴー。あ、日帰り温泉とかちょっと楽しそうかも。たまにはそういうのんびりもいいよね。空いてれば壁越しに話とかできそうだし。リセと出かけることに。お、マジか。そっか、リセは思い出とかない分、海での思い出語ることがない分、こっちになるのか。おーおー、広い。すごい大きい温泉来たな。リセと二人でやってきてしまった。いいのか、日帰りで。おのえの方から声が聞こえる。先輩いる？こっちは誰もいない。こんな広いのに貸し切り気分だよ。もう幸せすぎる。マジか、じゃあそっち行っていい？これなら混浴でもよかったかな、なんてね。おー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 、アニメみたいな展開になってきたぞ。リセとのんびり温泉に浸かった。今ならリセとじっくり話ができそうだ。え、こっからえ、将来の話なの？ここで将来の話なの？いつの間にそんな仲になったんですか、お二人。将来の話しようぜ。やだもう。やだもう。将来もちろん先輩と。ってそういう話じゃなくて、だったら近況？近況？とりあえずこの事件の将来について語り合った。中で弾けた。え、理性参加時の総攻撃の威力が上がった。え、理性参加時って、理性って常に参加してない？え、あ、ひょっとして、もしかしてナオト君もあれか、参謀タイプなのかな。なんかそういうことっぽいな、今の、言葉からすると。暗くなるまでリセと過ごし家に帰った。へー、あ、ナオトも、参謀タイプっぽいな、きっとこれは。え、じゃあナオト君もレベル上げなくていいのかな。はい、ただいま。伝達足りないんだよな。待っててくれ、言霊遣い。待ってろ、七子。
俺はやってやるよ。まずはすまん、速読術を終わらさせてくれ。あ、その前に夜の街はちょっと徘徊してからにしようかな。夜の街は徘徊して、うん、何か買ったことないか見回って、なければ本読もう。いや、やれること増えてきたのはいいんだけど、うん、逆にどっから手をつけていいか分かんなくなってきた感もあるんだな。ちょっと見回っていきます。誰もおらんな。どうやら夜はいないようだ。そりゃそうだな。お参りだけしていこうか。あ、できんの、そんなの。え、でも時間経っちゃない？大丈夫？やってみようか。やったことないな。心を落ち着かせて手を合わせた。うん、そういえば今畑で野菜を育てている。今度手入れをしてみようか。あ、なんだこれ、ブーストかかんのか。まさか、なんかそんな感じしたな今の。え、初めてやった。え、じゃあ本読もうと思ってたけど、どうしよう。畑のブーストってやってみようか。多分そうだよな、そういうことだよね、畑ブースト。なんか良さそうな気がするとか説明が出たらそういうことだよね。畑の手入れ行ってみよう。はい、ななこもお野菜見に行く。え、ご利益あんの？あんのか、どうなの？まだかな、まだかな。お兄ちゃん知ってた？今ね、シルバーウィークって言うんだよ。おお、ゴールデンよりちょっと少ない連休だからシルバーなんだって。でもお父さん全然休みじゃないね。まあな、祝日とか逆に仕事を増える、職種だったりするからな、お兄ちゃんまた今度みんなでジュース行こうね。おや、仲が深まった。で、なんかブーストかかんない？根気が高まった。これで収穫予定日は早くなっただろう。あれ、キツネくん関係なかった。あー、本読みたかった。あー、あれ。 Good afternoon。 みんな、昨日は敬老の日だったな。そうですね、はい。きちんとご老人を敬ったか？先生はきちんと敬ったぞ。うちのばあちゃんは90過ぎてもゲートボールで汗を流してる。え、ゲートボールって汗流すぐらいアグレッシブなスポーツだったっけ？いや、まあルールとか、やったこともないし分かんないけどさ。そんな激しいの？あの元気さは100までいくな。あと少しだし頑張ってほしいもんだ。うん、そうだね、100いってほしいね。うん、そうだ、徳川。都会っ子ならこんなの知らんだろ。知らんと思うなら当てないでください。88歳のお祝いは何と呼ぶか知ってるか？あ、なんだっけ、なんとか獣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 しかねえ。なんとか獣しかない。あ、どれだっけ、なんかどれかが90、これ90だっけ、あれ88でしょ。あ、これじゃない、確かこれじゃない。なんか米という漢字がどうのこうの。あ、でもそれを言ったらこれも88ってす漢字が入ってるな。卒の真ん中に母ってあるよね。え、だってこれ確か米だろ。米、うん、頼む。一般常識を問うのやめてくれ、心配になるから。おっしゃ、危ねえ、危ない。また、もうなんかほぼ消去法だったけどな。おお、よく知ってるな。ひょっとして徳がおばあちゃん子か？まあ、おばあちゃんまだ元気だけどね。うん、米の漢字を分解してみると なるだろう。80 やっぱりそうなった。あ、確かにな、88、無駄がなく使い切れるんだ米なら。あ、そうだ、よかった、卒業の卒にしなくて。細い先生から教えてもらったんだが面白いだろう。じゃあ今日はご老人と一緒にできるゲートボールの練習試合をする。練習試合あんの、そのセット。選んだ答えは正解だったようだ。知識が久々にここで上がった、嬉しい。よかった、やめて一般常識と取ってくんの。うん、ナオトの回復待つしかない。よし、学校来たぜ。火曜日って文化部があったっけ？あるあるけど、これ以上上がる気配がないって言われるんだよな。どうしよう、久々に文化部行くか。うん、アニメに出てきたあの海老原さんに会えるかもしれないんだよな。海老原さん、うん、どうかな、行ってみっかね。え、どう思う君ら、探偵王子の話そこ聞いた。お、なんだ、ちょっと先輩いいですか？顔の広い先輩見込んでお尋ねです。うん、どうした？
もしかして辰巳くんと久慈川さんはお付き合いされてたりするんでしょうか。なんでそうなるんだ。あーでも二人ね割とうんいい感じで話し合える仲だもんな。うん、他の子だったら普通もうちょっと気遅れしたりするもんな。うん、あそこまで自然に会話できてるっていうのはそういう風に取られるのもありなのかもあるのかもしれないな。それはないもしかしてどうしよう、ちょっと匂わしてみようか。もしかしてやっぱりここだったあたりが。そうですよね、名前で呼び合ってるし。ああ、確かによく一緒にジュネスでいるの見かける。それは初めて知ったぞ。ああ、全員集合した時かな。うん、まあでも前にうちに来た時もあの二人で来たしな。うん、夜に。うん、もしかして、うん、恋の花本当に咲いているんでしょうか。まあないなないだろうけどな。うん、うん、君は、うん、すごいな、正直羨ましいよ。僕もあんな風だったら家族は喜んでくれてるのかなどうだろうな。うん、よし行くか。一条とはそうと仲間が深まりそうだ。うん、ペルソナ持ってないんだよな。またコミューしばらく自由時間だから、うん、一応ペルソナフルにしといたんだけどちょうど号機だけないな。まあいいだろう。うん、そろそろ深まりそうって言ってるし、いけんじゃないバスケ部で。すごい久々に来たなバスケ部。何ヶ月ぶりだ。はい、あ、今回人いるじゃん。部活を行った。あははは、ストーリー。あ、怒った怒った、よかったよかった。あれやった僕は。あいやあいやだってこれ。あ、なんかアニメで出てきたんだけど、うん、あの娘も出てきたんだけど、うん、なんかどこにでも届けてくれる娘。うん、アイヤでよかったかなこれ。ジュネスどっちがいい。少なくともマナカではなかった。じゃあアイヤ行こうぜ。お、分かってるね。あそこのホイコロ定食がうまいんだよな。一条目を輝かせている。そうだよね、アニメでも行ったもんね。そこに一条早くしろよ。お疲れ。あ、サッカー部早いな終わんの。後片付けとか整備とかないのか。死ねえよんな面倒なもん。死ねえのかよボールとか転がりっぱなしじゃないの。んー、そういやうちのクラスの女子がお前探してたぞ。あ、エビハラさん、調理実習で何か作ったんだと。こうちゃん甘いの好きだからとかっておお人気者ですね。甘いのは好きだけど嬉しくないのか。嬉しくないのか、どうなの。いや嬉しいよ、いい人止まりだけど。いい人止まり。一条肩をすくめている。それはいいんだけど、こうちゃん呼びだけは勘弁。ほう、嫌だって言えば言うほど女の子ら盛り上がったさ。こうなんて名前ダッサいし嫌なんつだつの。そういいと思うけどな。うん、まあレアっちゃレアだけど、うん、それが逆にかっこいいと思うんだけどな。んでもらってくる。あーでもそこはうんちゃんとしてるね。どこが甘いもの好き？もらってこようか。いやいや、ね、そこは遠慮しますよ。あなた宛てに、うん、くれたものもらったらね、悪いし、うん、遠慮します。はあ？ばっか、お前にやるっつってるものはもらえるかってんだよな。おお、珍しく永瀬がまた言ってる。どうした？悪いもん食ったか？永瀬は呆れてる。まあそうだよね。うん、けど別に意味なんかないしな、俺にくれるなって。どこが甘いもの好きならあげたかったんだけど、いや結構です。あ、一条のさりげない行為を感じる。さりげない行為あ、でもパーンは言ったね。うん、そっか、まだ海老原さん来ないか、バスケ部マネージャー。はい、2になりました。じゃあ次は号機持っとくか。一応永瀬の徳川も勝手に帰んなよ。いなくなったら泣くからな。なんでだよ。じゃ帰るか。はい、帰りを待ち3人で寄り道をしながら帰った。いや久々にやったなこのイベント。あー伝達をあげなければおかえり。はい、ただいま。じゃあまた夜の見回りをしつつ伝達探してくるか。おー、いたいたいた、久々にいたよお久しぶりお姉さん、着物の女性。ごめんね金魚取れなくて。子供の7つのお祝いにとお札を納めに参ったのですが。あー、そうだよね、紅金ね。あー、そういえば、お、なんか続いた。
屋根の上に何やら妙な網が引っかかっておったのですが、もしや心当たりが。あ、あれ虫取り網？そうでございますか。ではこれを。あーやった、これで虫取りができる、ありがとう。うん、じゃあちょっとベニキはもうちょっと待ってくれ。これでまたお祝いをして、なんかブースト一応ブーストがかかるかもしれないし。今日はなんだ、畑で、また畑や、うん、脇に何か置かれている、誰かが置いていったもののようだ。え、それお供え物じゃない、お清めの塩この間お清めの水は活躍したけどな、塩か。うん、うん、今日はあの犬見つけられなかったんで、おとなしく、いやようやくこれを完成させよう、ハイパー速読術で。はい、いやーこれ本当に最初に読みたかった。はい、いろんな本に効果がありそうだと思いながら読み進めた。読み終わった。今までと同じ時間でより多く読めるようになった気がする。あ、やっぱそうだよね。今後本読むと2章分読み進められるようになりました。読んでない本はどんどん読もう。あー、これはいいスキルですね。超勉強術とこういう、うん、速読術みたいになんとか術っていうのは、うん、後々こうやって聞いてくるやつなのかな。うん、どうも君、探偵王子聞きました？ん？かっこいいですよね。あ、もしや謎の依頼人とか組織とか、あ、待つね、謎の取引あー、拉致られたか。あ、まあ間違ってないな、あながち。でこの子、こいつがなんかなかなか完成しないんだよな。何だったっけこれもう同じクラスにいるから相当昔に話しかけたんだけど、どんなあの依頼だったかも思い出せないんだよね。うん、まあ仕方ないな、うん、仕方ないな、うん、よし、じゃあ今日どうな、みんなどんなのとりあえずは参考に、うん、あ、これ海老原さんでしょ多分。愛と過ごす愛と過ごすいっぱいいるな、愛と過ごす。でも僕会えてないからこれできないね、うん。で、漢字がいっぱいとは。なるほどね。テレビの中入る人もいる。あ、そっか。まだ、ナオトさんを助けられてない人は、こう、テレビの中入ってる感じだよね。うん。よし、OK。参考にしました。じゃあ、どこ行こうかな。とりあえず、ワンコ探そう。見つけたぜ。今日も、俺の歌、聴いてもらうぜ。犬はまだこちらを警戒してるようだ。どうしようか。また歌さすがに変えていくか。優しく話しかける。こんにちは、怪しくないよくん。あ、これでよかったんだ、これ正解だったの。犬の警戒が少し解けたようだ。少しあまだダメ。また日を改めて来てみようか。おー、なかなか心を解くのは難しいな。なあ、君は何の話？うん、最近ちょっと気になることがあるんだ。ビフト聞いて、その話気になる、何度聞いたか。だからあれでしょ、ビフテキ名産なのに牛いねえよっていう話でしょ。もう何度も聞いたわそれ。さあどうしようかな。あー、そっか、虫取り網取ったから。そうだ、神社行ってみよう。神社。いや、君だな、虫取り少年。あ、兄ちゃんの持ってる虫取り網、俺がなくしたやつだ。すげえ、兄ちゃん探してくれたんだ、ありがとう。でもそれ兄ちゃんにあげる。いいの使っていいのこれ。だって俺、じいちゃん買ってくれた新しいやつあるもん。これだからじいちゃん優しくてよかったな。俺ら虫取り仲間だね。あ、いいね。競争するか。虫のことなら俺に任せて。あ、教えて。網を構えてグッと溜めてバッてやるの。焦っちゃダメ抽象的だな。グッと溜めてバッてやる。オッケー。え、場所は？そこの木の下にね、いるんだ。ここの虫すっげえ頭いいんだぜ。一回取るとその日は覚えられちゃって全然近寄ってこなくなるんだすごいなそれは。え、一匹は生贄にして、うん、他の虫は逃げるってことだよな、うん。でもあいつら明日になると忘れちゃうんだぜすっげえ頭いいけどすっげえバカだよな。おー、システム的な問題。え、この辺あたりは枝が影になっているせいか、じめっとした空気が漂っている。虫を取る。
ぐっと貯めてバット行く。木の周りに虫が集まってきた。しゃがんでアクションボタンを押すと網を張ります。頭上にハテナマークが出た時に網を振ると取れる虫の数が増えます。数が増える。うまくタイミングを合わせましょう。マジで？すごい難しいんだけど。どういうこと？まだボタン押してなかったんだけど。大名バッタしか取れなかった。もうダメってことは。こっちダメ？虫の気配がパタッとしなくなった。今日ここで虫取りをしたせいだろうか。難易度高っ。もう来る前にボタン押しとくんだよね。うん、それがちょっと分かんなかった最初。まあいっか、オッケーオッケー。うん、エマの内容はコロ、あ、そうだ、コロだね。うん、コロはもう逃げられたからな。じゃあこっからまたフリーも、フリーか、どうしようかな。漢字っていっぱい書いてあったから漢字言ってもいいんだけど、被覆室まで戻るのか。そっか、誰かいないかな。あれ、足立さんいるけどびっくり出てないってことは、あ、忙しいのね。うん、まああとちょっと頑張れば早く上がれそうなんだけど。それじゃあ聞き込みしなきゃ。まずは出走から。で次は忙しそうだな。夜か。じゃあ足立さん夜専用なのかな、この辺からは。じゃあもう幹事しかいないな、本当に幹事か。あとゆきこしかいないな。じゃあ学校回るか。よし、幹事待たせたな。ジース先輩、暇なんすか。ペルソナ大国主がいるから仲良くね。あ、そろそろ仲が深まりそうですね。行きましょう。この間はなんだっけ、ぬいぐるみを、編みぐるみを作ってプレゼントしたところまでだっけ。うっす感じ、嬉しそうだ。さあどう深まる。河原で殴り合うか。男同士が河原来たら殴り合うだろ。何か気になってっすよね。ここ犬がいたところか。あのガキの投げたウサギの人形、実はこの辺に流れ着いてねえかなとか。後から川の中で浮いてんの見つかったら、あのガキも罰悪いじゃねえすか。あー、そこまで気使ってんの。すごいフォローだな。あ、いや、けど今日は入んですよ。おじちゃん、おじちゃんだよ。おじちゃん扱いだ、完全に。編みぐるみの少年いた。あのね、サラちゃん喜んでくれた。僕ずっとおじちゃん探してた。あのな、おじ。もういいか。ね、おじはまた作って。お母さんがね、すごく欲しいって。お母さんのも作んの。サナちゃんのお母さんも欲しいって。お金払うって。大人はもう。大人はもうすぐお金払えば何でも手に入ると思って。けしからんな、金。もう職を見つけてしまったな、感じ。いや、何もいらねえよ、別にプロじゃねえんだし。あのね、お母さんはね、猫がいいって。あ、これだから大人は。でね、サナちゃんのお母さんは犬だって。なんてわがままなんだ。お金出せば何でもやると思って。先生はね、ピンク色のワニがいて。先生ってどっから出てきた。どんどん増えてるぞ。すごい需要あるな、ピンクのワニ。あ、そういや、なんかそんな絵本出たっけか。じゃあまあ、そのうちな。お、なんか悪くはない感じだよね、うん、やった、ありがとう。絶対だよ、絶対。これであの少年人気者になるんじゃない。仲介業者として。何か変なことになってきたっすね。よかったな、嬉しくないのか。よかったな、よかったっつうか、よくわかんないですよ。わかんないの。感情、首をひねっている。え、いいんじゃないの。君のだって、そういうのが、いろいろなもんが認められたってことだぜ。小学生の頃、クラスの女子の手提げが破れてて、直してやったことがあるんすよ。おお、なるほど。今思うと俺、多分その子のこと好きだったんじゃねえかな。喜ばそうと思ってやったんすけど、次の日から女子全員にからかわれて。まあ、小学生はな、ちょっと難しいかもしんないな。まあ、今の子も小学生だけど。その子も泣いちまって、あー、からかわれて、うん。なんでかよくわかんなかったっすけど、まあ自分が余計なことしたんだなって。だからこういうんで誰かに感謝されるなんて思いもしなかったぜ。
はあ、複雑なんだな。はあ、何かいいっすね。ありがとうっていいっすね。ああよかったよかった。感じが出れたように笑っている。まあ、選択肢は間違えたっぽいけど、うん、いい方向に進んだな。感じのことまた少し分かった。レベルいくつだ感じ。6か。ペルソナ強くなった。何チャージか。チャージか。どうしよう。漢字のどれも捨てたくないんだよな。正直どれも捨てたくないんだよな。電撃ブースター1個潰すか。これとこれで 75% アップ気に入ってたんだけどな。あ、もうミリオンシュートいらないか。小ダメージ4回与える、うん、これでいっか。これせよ。やっぱ特大ダメージをチャージして当てるのがロマンだね。うん、イノセントタック。あーつ、じゃあ今日はこれで。おう、うん、沖縄駅まで行ってくるっす。あれだな、素材を買ってくるんだな。わかるよ。その手芸屋に材料切らしまったんで。おう、行ってこい。一回またやる気満々じゃん。幹事を見送り家に帰ることにした。うわぁ、いいの見ちまったぜ。あ、おかえり、お兄ちゃん。ただいま。あー、冷蔵庫ぎゅうぎゅう。あ、荷物が届いてる。あ、そうだそうだそうだ、報復の鎖セットだ。報復の鎖セット、今日は病院のバイトがあるはずだ。あ、たまには行ってみるかな。うん、まあ、何気に悪魔も用意してあるんだけど悪魔だよね。うん、行ってみようかなっていうところで、まあ、今日はお時間ですがね。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、そういえばリアルでもお腹減ったな。どうしようかな。